皆さんおはようございます。フェボーチャンネルです。本日は5月2日木曜日、令和元年2日目ということでね、今日も含めて、まだ10連休は、ね、5日間ありますので、音楽三昧の、ね、素晴らしい一日をお過ごしいただきたいと思います。さて、昨日令和元年初日の、初お仕事がですね、フェボーチさん、都内の、バイタルオーディオブランドを、ね、展開されているフックアップさんお邪魔させていただきました。5階のスタジオでね、ボード構築のお手伝いというかね、ボード構築してまいって、まいりました。でこれはあの大阪のサウンドメッセ、がね、再来週、5月18、19とありますけども、こちらのね、フックアップさんの、ブースで展示されるということで、そちら用のね、ボードを、このエフェクターで組んでということでね、このエンカウンター、4ループのね、プログラムブルスイッチャーとかね、バイタルオーディオブランドのね、パワーサプライとか仕込みながらですね、組んでまいりました。自画自賛しておりますけどもね、とってもいいボード組めたなと、それからやっぱりね、ボード構築楽しいなと改めて思いました。で、今回ね、ポイントがですね、2つあってですね、まずはカルマチのね、新作のエフェクター、このミニタイプのね、まだ日本でもね、リリースもされてないコンプレッサーとかも入ってますけど、とってもいい音するので、これね、ぜひブースでね、一掃されることをお勧めしたいと思いますし、またこの赤いボックス、謎の、バイタルオーディオのね、新しい、新製品なんですけど、こちらですね、今、ボード構築のね、動画撮りましたので、こちらでね、一応公開していいよって言われたので、一応こちらでね、解説したいと思いますけども、こういったものも含めてですね、とてもいいボード、構築できたなというふうに思いました。皆様方もね、令和元年初のね、ボード構築されたらですね、またエフェボーに投稿いただいて、ぜひともね、盛り上げていただきたいと思います。さて、昨日のね、新規初投稿、ですけども、昨日のね、この事例はですね、ベース用のボードということでね、お二人とも、ご紹介させていただきました。まず佐々木さんの方はですね、初投稿の方なんですけども、ボスのね、大人気プログラマブルスイッチャーマルチが入ったね、MS3 でね、組んだ、もう本当計算され尽くしたですね、ボードですね。もう小スペース化、うまくやってですね、ソルダーレスケーブルもね、全部揃えられて綺麗ですし、配置の方もですね、EP ブースターなんかね、こう真横に置いたりしてですね、なかなか、もう計算され尽くした小スペース化の、ボード、お手本のボードっていう感じですね。で、注目がですね、やっぱりDI プリアンプ、のところでですね、最近人気のダークグラスのね、B7K ウルトラ、ダークグラスがね、入ってきてるっていうところですね。ベース用のボードにね、最近どんどん入ってきていますので、こうしたね、ベース用のボードの投稿あったらね、ここの部分もね、ぜひともチェックいただきたいポイントだと思います。コメントがね、もう初投稿ですだけなので、ちょっとコメントしようがないんですけど、でもね、このボード見るとね、もう自信作っていうのがね、一目でわかりますので、ぜひともね、皆様方もじっくりとね、チェックいただきたいと思います。それからね、直樹さんからのね、ボードはですね、HX ストンプを入れたということでね、これ、ベース用のボードなんですよね。ベース用にもね、かなり、音作りでね、貢献してるようですので、こちらもね、要注目のですね、非常に、先進的なですね、ボードに仕上がっていると思いますので、こちらもチェックいただきたいと思います。でね、まず直樹さん、社会人に、ね、なられたということでね、誠に、おめでとうございますですね。で、社会人になったことによってですね、なかなかね、ボードいじくることはできないようですけどもね、なんかこれからもね、理想の音作り、していきますというコメントがね、嬉しいですよね。それから、この HX ストンプをね、組んで、かなり音のね、幅が広がったと、音作りの幅が広がったということもあるので、ぜひともね、こちらの方を皆様方チェックいただいてですね、ベーシストの方も注目いただきたい一台で、一枚でございます。直樹さん、佐々木さん、投稿誠にありがとうございました。そして今日のね、バナーですけれども、エルハモのね、ビッグマフパイ、ちょっとね、大型ですよね。隣のグリーンマフと比べるとですね、高さもね、この横幅もかなり大きいですけども、デラックスビッグマフパイとですね、このグリーンマフ、一体になってですね、詳細設定ができて、操作性もアップしたということでですね、ぜひともこの連休中ですね、お店に行って見かけたらですね、勇気を出して試奏して見ていただきたい一台でございます。で、お店といえばですね、先日山の楽器のギタースポット、皆さんご存知でしょうか、フェンダーのギターとかね、もうものすごいカスタムショップ製とかですね、ものすごい本数が置いてあってですね、で、アンプの試奏コーナーもあるようなですね、大型の店舗なんですけど、エフェクターもね、かなり充実していてですね、フェボアワードのね、受賞、部門のエフェクターがたくさん置いているので、店頭ポップのね、掲示をお願いしてまいりまして、ご快諾いただきました。誠にありがとうございます。ぜひともね、この連休中足を運んでいただきたいお店の一つでございます。それからね、連日お伝えしているですね、新製品ですけども、MXR がね、だいぶ、今話題ですけども、ライジンドライブはね、もうお店に届いたっていうのはね、よくツイートで出ていますけども、昨日はね、ついに、カーボンコピーのね、ミニタイプが届いたぞということでね、関東ではね、お茶の水の ESP ギターワークショップさん、それからね、関西の方ではね、山の楽器のロックインナンバ店さん、共にね、こうアップ写真で乗っかっていますけども、これね、ほんと小さいんですよ。ぜひもね、大きさをこう感じていただくためにもね、お店に行ってですね、手に取っていただいて、もちろん、操作性の方もですね、サウンドの方もね、甘いサウンドをですね、ぜひとも堪能していただきつつですね、ブライトスイッチっていうのがついていますので、この辺のね、操作の方、サウンドの方もチェックいただきたいと思います。それではですね、それから最後にエフェボーニューステッカーも昨日ちゃんとフックアップさんに行く前にですね、発送しております。で、大体これで終わりかなと思いますので、これからね、プレゼント、今までね、送れていなかった、プレゼント、それからエフェボーピックとかですね、徐々に、仕込んで送っていきたいと思いますので、プレゼント系はね、ちょっと封筒というわけにいかない場合も多いので、ちょっと時間はかかるんですけども、必ずお送りしますので、到着まで今しばらくお待ちいただきたいと思います。それではね、本日も、音楽と機材妄想を胸に、また、ボード構築したらね、ぜひともエフェボーの方にね、投稿、令和初のボードをね、投稿をお待ちしておりますので、引き続きエフェボーの方を楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。